ただいまの時刻は夜10時。これから信内山に向かいます。信内山を夜のうちに登っていってですね、明け方の日の出を見るということで、明け方の時間に合わせて今から徹夜で登ります。いや、ついにね、信内山に行くということで、歴史のストーリーが凝縮されている信内山、青山行きたいと思います。信内山の麓に着きました。もうベドウィンのガイドがないと入山することができないという、そういうルールになっています。もう歩き始めたそばからもう圧倒されてますね。
ができました。モーセも同じ景色を見たのでしょうか。世界には聖山と言われる神と会う山があるそうですけれども、このシナイ山はまさにそうでしょうね。モーセが神と会い、また十戒を受け取った、そのような聖山、シナイ山でした。ストーリーを知らなくてもこの山はやっぱり他の山とはちょっと違う、そういう感じがもうしますよね。作品の山、まさに神と会う山です。シナイ山、まさに聖なる山でした。